2021-2022 シーズン、この、北京オリンピックのシーズンをもって、私加藤ジョージは現役生活を、終わらせていただきたいというふうに思います。ワールドカップでは14勝、オリンピック、トリノ、バンクーバー、ソチ、ピョンチャン、4大会出場して、まあ、結果ずっと金メダル候補だと言われて、メダルは銅メダル1つだったんですけれども、全ての大会で入賞することができて、満足のいく結果というわけではありませんが、今振り返ってみるとすごく、いい、良かったんかな、頑張ってきたなっていうふうには思います。引退の、まあ、理由として自分の中で大きく2つがありまして、1つ目は、まあ、自分が第一線で戦える状態ではなくなったっていうところ、で2つ目は、後輩たちの活躍ですね。世界でトップを張れるような選手が複数人出てきた 500m に関して最高でした。本当に最高です。僕スケート大好きで、どんな辛い練習も、練習ヘロヘロになって動けなくなってもそれが大好きで、まあ、一番大好きなのはレース後に結果を出してわーってやる、あの最高の瞬間だったんですけど、本当に自分がスケートやってるどんな瞬間も大好きだったので、本当に最高のスケート人生だったというふうに思います。未練はありません。最後のレースで完全にやりきったと思います。